ヒロヒロ探偵団。ストレスが溜まるのはわかりますが、新型コロナという状況を利用して人間の汚い部分を出しているだけなんじゃないかなとも思います。そうですね、行き過ぎた強要は犯罪ですからね。今日もいい数字取れますかね。この構成ならいろんな人の興味が引けると思います。俺はヒロシ、ヒロテレビの企画と構成を担当している。新型コロナが流行してからはコロナ系番組の仕事ばかりだ。まあそりゃそうか、撮影もまともにできないから再放送ばっかりだし、この仕事をしているせいか新型コロナにおける日本について詳しくなりつつある。今日はそんな俺が驚愕したコロナ禍を騒がせるヤバい自粛警察を紹介していきたい。緊急事態宣言が発令されたってのに、まったく。緊急事態宣言が全国で発令された。あーでも俺が外出してるのは不要不急じゃないぞ。なんてったって俺の愛犬のセコムを病院に連れて行くところなんだからな。しかし俺は駅を見回す。犬を連れて新宿駅まで来てみたが、人っ子一人いないというわけではなかった。店も閉まってるし、いつもよりはるかに人は少ないが、そんな時派手な服装をした母親が子供をベビーカーに乗せて早歩きで新宿駅を通過しているのが目に入った。ち、今時の若いやつはこんな時に新宿に来るなんてアホかバカくらいだろう。早歩きするほどコロナが怖いなら外に出なきゃいい。これでよしと。こういうアホでバカな女は一回痛い目に遭わないとわからないだろう。俺はやっと覚えてきたツイッターに女の写真を投稿することにした。新宿、人は少ないけど、ベビーカーに子供乗せて歩いてるアホ女がいる。社会的に抹殺されるべき。自粛しろ。このツイートはバズった。リツイートされればされるほど気持ちが良かった。しかし、数日後本人らしき人間から返信と DM が来たのだ。あ？なんだこれ。この間のバカ女本人か？この写真私です。子供が痛いと連呼するから、小児科に連れてったら、すぐ東京医大に行って検査しろって紹介状を持たされたんです。モザイクもないし、消してください。ガチじゃん。このママさんかわいそう。不遇不休じゃないじゃん。はあ、なんだこのクソ様。俺が世直ししてやってるってのに、お前の都合なんて知るか。ガキはコロナの犠牲になるべき。落ち着いたら病院に行けや。はい、ロンパ。新型コロナウイルス拡大によって全国に東京都からコロナ疎開とコロナ規制が。コロナ疎開だ？ふざけんな。この街にコロナ持ち込ませてたまるか。この街はまだ感染者ゼロだ。県自体には何人か出てるようだが、ここまでそう近くない。医療体制の整ってないこの街でコロナが拡散したら、そう思うといても立ってもいられない。パトロールすっか。この街を守るためだ。この街を守れるのは俺だけだ。俺含めて重症リスクの高い喫煙者と高齢者が多いこの土地にコロナを持ち込ませるわけにはいかない。県外ナンバーを見つけたらこのバールのようなもので一網打尽だぜ。俺はこの街を守るヒーローだ。パトロールを始めて10分ほどした時、コンビニに八王子ナンバーの車が止まっているのを見つけた。東京からコロナ疎開しに来たやつに違いない。そうはさせねえからな。ちょっと何してるんですか。誰かうるせえ。東京からコロナ持ち込んできやがって。俺にも近寄るんじゃねえぞ。コロナがうつる。いや、僕単身赴任で3年前からここに住んでます。嘘つくんじゃねえ。もしそうだとしても住所変更しないてめえの過失だろうが。どこも休業か。こうあるべきだよな。自粛？何言ってんだ。俺は周りが自粛できるようにパトロールしてるだけ。こうしてパトロールしてやらないと、あっという間に人が増えるからな。あ？なんだこれ。俺が海外しくパトロールしてやってるのに、まだまだ非常識な店があるもんだ。今日見つけたのはライブハウスだ。無観客でライブ配信？何やってんだ。無観客だろうが密だろ、バカ野郎が。俺は自宅に帰って紙をプリントアウト、そして夜中に紙を何枚もライブハウスのドアに貼り付けた。よし、また一つこの街を守ってやったぞ。ああ、パトロール以外暇だよな。よし、テレビでも見るか。俺のパトロールの甲斐あってか、休業する店が増えてきた。人通りもそんなに多くないから、パトロールの頻度も1日5回から3回に減った。少々手荒なこともしたが、まあ仕方がない。される方が悪い。物を壊したり、頻繁にクレーム入れたりした効果が出てきたってもんだ。お、コロナのことやってんじゃん。
相手の小さな落ち度につけ込んで過剰に攻撃するのはストレス発散でしかないんですよ。過度な誹謗中傷や攻撃は犯罪ですからね。へえ、コロナに乗じてそんなことするやつがいんのか。あなたのことです。こういう他人を攻撃する自粛警察は改めて犯罪であるという認識を持っていただかないと。そもそも自粛警察本人が外出を自粛していませんからね。あなたのことです。はあ、最近の日本はおかしくなったな。バカばっかりじゃねえか。あなたのことです。お、11時か。そろそろパトロール行くか。新型コロナウイルスだが、それをより怖い存在にしてるのは何よりも人間なんだよな。俺しかり。深いっすね、ヒロシさん。そうか？誰もがなっている可能性のある自粛警察。改めて自分の行動を見直してほしい。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では、次の動画でまた会おう。ヒロ探偵団。